レベル5とソニーコンピュータエンタテインメントが送る超大作 RPG 白騎士物語イニシエの鼓動。本作では主人公レナードを操り、壮大な物語を心ゆくまで楽しめるストーリーパートと、もう一人の主人公となり全国のユーザーと協力して旅するライブパートの2つの世界を行き来しながら冒険することができるぞ。この映像では自分の分身ともいえるもう一人の主人公の冒険ライブパートを覗いてみよう。まずは多彩なパーツをセットアップして自分の分身もう一人の主人公を作ろう。選べるパーツは髪型、体型はもちろん、唇の色、耳の角度に至るまで千差万別の設定が可能。キャラクターを作ったら早速冒険に出発しよう。プレイステーションネットワークに接続すればライブパートが幕を開ける。今回作ったもう一人の主人公マーク、プレイステーションネットワークの世界には彼と同じようにたくさんの主人公がいる。その中から気の合う友達、同じ目的を持つ戦友を見つけて一緒にクエストに出かけよう。マークたちは今回トロルを倒しに行くことにしたようだ。おや？でもメンバーのスキルに不安があるのかな。以前に会ったことのあるフレンドにお誘いのメールを送りました。このように他のプレイヤーをフレンドに登録し合えばいつでも連絡が取り合えるんだ。レナードたちと旅をしていたミオがライブパートに参加してくれるようだ。それでは冒険の準備を整えていざクエストに出発。白騎士物語の世界ではレベルアップ時に手に入るポイントを使ってさまざまな技を覚えることが可能。戦闘に特化した戦士タイプ、サポートをメインにした魔法使いタイプなど、プレイスタイルに応じて技を設定しよう。覚えた技はバトルセットアップ画面でパレットにはめ込んで使おう。強力な技ほどアクションチップを消費するのでバランスを考えながら作るんだ。さらに自分だけの連続技を作ることができるからかっこいいオリジナル技を決めよう。それぞれの役割を話し合い、みんなの準備が整ったらクエスト開始。仲間たちと協力して戦えば今まで以上にスリリングな駆け引きを味わうことが可能。大型モンスターそれぞれに存在する敵、いかに有利に戦いを進めるか、綿密な戦略が勝負を決める。旅する物語と仲間たちと紡ぐ君だけの冒険、それが白騎士物語。